李女化しはは、民末の軍人。字は氏定。両党鉄峰守の出身。李政領の次男として生まれた。父の影官により、金位千戸となった。ある時職務中に客と会飲ましており、法政が、宮中に轟く事件が起こったことから、取り調べを受けて面官された。再び影官により、式戦時となった。 たびたび父に従って災害に出征して功績があり、密運遊撃、木花霊三将、あざみちん副総兵を歴任した。1588年、漁師の任守るシーンに弾劾されて解任された。長らくを経て、元の官で起用され、戦府三将を代行した。病のため帰京した。1592年、豊臣秀吉が朝鮮に侵攻すると、ジョカシワは、 兄の李助将に従い、都督戦人を代行して、朝鮮の援軍に赴いた。1593年1月6日、民軍は、小西行長の夜、平壌を包囲した。助歌師ワの陣営に、日本軍の野襲を受けたが、助歌師ワはこれを撃退した。翌日、民軍は、平壌を総攻撃し、助歌師は、大西門から入城した。平安を奪回すると、助歌は、 会場に急行し、19日に、これを攻め落として、160人余りを斬首した。27日、壁定間の戦いに参戦した。兄の李女将が、近郊の日本兵に捕らえられ、ジョカシワは、弟の李女梅らと共に兄を救出した。民軍は戦いに敗れて、会場に撤退した。2月、李女将は、平壌に撤退し、ジョカシワは宝山に駐屯して、 これを支援した。12月、民軍が帰国すると、ジョカシワは、都督同地に進み、五軍営副将となった。ほどなくジョカシワは、奇襲総兵官として出向した。1595年、姉化総兵官に転じた。1596年、オルドス部の著力とが平虜横城を侵犯すると、ジョカシワはこれを迎撃して勝利し、270人。 あまりを残首した。右と徳に進んだ。再び病のため帰郷し、二十数年にわたって下挙した。1518年、両党総兵官の長将が戦没すると、英国公、コこれタらが、ジョカシワを推薦し、ジョカシワは、旧官のまま両党に駐屯することとなった。対ネイマモルのいたメイハナが侵入してくると、ジョカシワは諸将を率いて迎撃した。 時に、後金の軍が両賀に迫ると、ジョカシワは軍を率いて、維持を防衛した。1619年、ヨウシノギが軍をシソジに分けて後金に対して、出征させると、ジョカシワは一軍を率いて、カラス、骨石に進出した。虎字に到達したところ、ヨウシノギは、都将と馬林の両軍が、すでに撃破されたと聞いて、ジョカシワを呼び戻そうとした。 アトキンの将兵二十人がこれを見つけて山に登ってホラガイを鳴らし、アトキンの大軍が追撃しているように装った。ジョカシワの軍は共闘して味方を蹴倒しながら逃走したため千人余りの死者を出した。魚師や球児中たちが交互に弾劾の上層を行い、特に球児中の力鎮が連続して上層文を提出して強くジョカシワの罪を鳴らした。 1620年、天型ミカドは、李氏の功労をもって、召喚して取り調べることにした。ジョカシワが北京に入ると、球団するものは絶えなかった。ジョカシワは、恐れて自殺した。ありがとうございます。